あえ神社、あえ神社は、兵庫県加古郡張間町本町4丁目11-21に鎮座する神社である。当社の宮寺は、加古川市小野江町の小野江神社の宮寺が兼務しており、常駐ではない。宇治湖地域は、張間町の本町、古田、宮西と加古川市別府町西脇、平岡町、八丹田の各地域である。ただ、秋祭りなどは、 自治会ごとに参加するので、大きな地区はさらに細分されている。張間町は、調整志向前は、藍村と呼ばれていた。当社は、いわゆる住吉三上と沖縄大悲鳴命を祀る。藍神社の祭神は、住吉神で、藍相は、中世に住吉大社の荘園として存在していたことや、周辺地域に住吉神社が多数立地していることなどから、 当社成立のゆえんはその時代に遡る可能性が高い。住吉大社神代記に記されている、学古郡あえず浜の中心地にあたると考えられる。なお、あえずは、周辺の住吉神社の立地や古文書などから、現在の張馬町全域だけでなく、過古川市南東部の別府町、平岡町の大半を含む地域であったと考えられている。本殿は、 1702年混流で一軒者、春日作り、日和田武器の同系、同規模の本殿が南北線上に4棟並び、いずれも正面を老郷で結ぶ形式をとっており、特に4社が軒を近接して一直線に並立する。位置は住吉大社とも違い、他に類似例が少ないことから、県指定文化財に指定されている。本殿はすべて西を向いて建てられており、 その理由として、住吉大社と同じく西を向いているとか、中世ハリマの支配者であった赤松氏の巨城発起場のある西を向いているなど、諸説がある。境内には、アイエビス神社もある。戦後、当地域の海岸線が埋め立てられ、一大工業地帯に発展したことから、その繁栄を願い、1965年に、島根県三保の関神社より勧生されたものである。 また、本殿裏手の小道を挟んだ向かいには、小規模ながら稲荷神社も存在する。ハリマ町ホームページ、ありがとうございます。